あ、着替え終わった？どうしたの？早く出ておいでよ。すごく似合ってるよ。想像以上だ。君は本当に何を着ても様になるよね。あ、ちょっと待って。襟がずれてる。じっとしてて。くすぐったいの？でもじっとしてないと直せないよ。我慢して。はーい、乗った。これで完璧だね。君はどう思う？よかった。気に入ってくれたんだね。俺も選んだ甲斐があったよ。本当に、すごく似合ってる。今日は、これをこのまま着て一緒に出かけようか。君が着てた服はお店の人にショップバッグに入れてもらえばいいよ。大丈夫。そんなに珍しいことじゃないから。買った服をそのまま着て帰るお客様って結構多いんだよ。俺はその気持ちすごくよくわかるな。気に入った服ならすぐにでも身につけたいって思うもんね。他にも何か見てみる？この店、アクセサリーの品揃えも多いんだよ。あーごめん。ちょっといろいろ思い出しちゃって。君は覚えてるかな？俺と君が初めて出会った日のこと。俺が前の店にいた時に君がお客様として来てくれたんだよね。実はさ、あの時は気づかなかったんだけど、俺は君に一目惚れだったんだよ。君がドアを開けて店に入ってきた時、俺は君から目が離せなくなったんだ。店内でいろいろ見て回ってる時も君のことばかり見てた。最初はね、君の着てる服が気になると思ってたんだ。あの時着てたボーダーのワンピース、君にすごく似合ってたし。でも、次に君が来た時にも、やっぱり俺の目は君に釘付けだった。その時に気づいたんだ。俺は君の服じゃなく、君に見とれてるんだって。本気で誰かに恋するなんて、正直初めてのことだったから。全く自覚がなかったんだ。店員として君に話しかけるのも最初は勇気がいったんだよ。気づかなかった。よかったら広げてご覧くださいなんて何百回も言ったセリフなのに、あの時は喉がカラカラになるぐらい緊張してたんだ。とてもそんな風には見えなかったって？そりゃそうだよ。あの時は仕事中だったし、必死で平静を装ってたんだから。それから君と服の話だけじゃなく雑談もするようになって、君のいろいろな面を知るたびどんどん好きになっていった。あの日、俺が初めて君をデートに誘った日、君すごくびっくりしてたよね。あの時の君の驚いた顔、すごく可愛かったな。忘れられないよ。あれ、真っ赤になっちゃった。ひょっとして思い出して恥ずかしくなっちゃった？ごめんね。からかったわけじゃないんだよ。あの時の君の顔、本当にすごく可愛かったから。それに、君が OK してくれてすごく嬉しかった。断られるかもって思ってたからね。自信なんてあるわけないって。恋をすると誰でも臆病になっちゃうものなんだって俺身をもって体験したよ。お店以外で初めて会った君も新鮮ですごく可愛くて、そのままデートの帰りに告白したんだよね。覚えてる？また赤くなってる。君も思い出してくれたんだね。俺もまさか自分がここまで積極的だとは思わなかったよ。でもあの時は今言わなきゃ絶対に後悔するって思ったんだ。俺の心をこんなに揺さぶる人なんだから、きっと他の人だって君に心を揺さぶられるはずだ。そう思ったらいても立ってもいられなくて、結果今君とこうして一緒にいられるんだから、過去の俺よくやったって感じだね。だって今の俺すごく幸せだから。
ねえ、そのネックレスさっきからずっと見てるけど気に入った？ああ、天然石を使ったネックレスなんだね。すごく綺麗だ。さっき選んだ服にも合いそうだよ。いろんな石があるから気に入ったの選んでみれば。あ、いいの？そっか、今日は服買ったもんね。確かに順番に揃えていく楽しみってあるかも。じゃあ行こうか。実はもう一つ君を連れて行きたい場所があるんだ。この近くに海が見える公園があるんだよ。景色もいいし広くてすごく気持ちいいんだ。俺もよく一人で行く場所なんだけど、今日はぜひ君と一緒に行きたいなと思って。付き合ってくれる？そう、ありがとう。ああ、そんなに急がなくて大丈夫。公園は逃げたりしないからね。慌てないで、ゆっくりでいいよ。あ、ちょっと待って。もう一回正面からゆっくり服見せてもらっていい？やっぱりすごく素敵だよ。ちょっとだけ目閉じてくれる？ごめんね、びっくりした。君の方にまつげがついちゃってたんだけど、指じゃ取れそうになくて。もう大丈夫だよ。驚かせちゃってごめんね。キスされるかと思っちゃった。ごめんごめん、大丈夫だよ。公共の場でそんなことしないって。しちゃいたい気持ちはあるけどね。それにダメだよ、誰かに目を閉じてって言われても。そんな簡単に閉じちゃ。そんな無防備な姿見せるの俺だけにしてよね。心配になっちゃうから。え、俺だけに決まってるって？そんな可愛いこと言われたらこの場で抱きしめたくなっちゃうよ。ひょっとして君、俺の理性を試してるの？